筑波神楽月ステージ2020最終レースの模様をこれからお送りいたします。現在ウォームアップラップ2周入っております。ステージ日曜日の最終レースとなるのはハーキュリーズ、そしてスーパーモンスターエボリューションクラスの混走レース。スーパーモンスターエボリューションクラスはモンスターエボリューションからオリジナルフレームビルダーが作ったもので出られるというレースになりますが、基本はモンスターということになりますので、1982年以降の車両のエンジン、いわゆる空冷のエンジンを使っています。そしてハーキュリーズ、こちらはですね最も規定の少ないクラスで、テイストオブつくばらしいフォルム、いわゆる鉄フレームを使用していればほぼ何でもありというクラスになります。最終レースのグリッドを見てみましょう。まずポールポジションを獲得しているのがゼッケンナンバー39番国川選手、サンクチュアリ A16RZ レーサーということで58秒071、こちらコースレコードを更新しております。なんと空冷エンジンのスーパーモンスターエボリューションクラスになります。そしてセカンドグリッドにゼッケンナンバー414番三本選手忍者 H2 58秒190、サードグリッドにゼッケンナンバー29番山根光弘選手 GPZ900R58秒575、そして4番グリッドにゼッケンナンバー77番加賀山選手58秒663、このようなマシンで繰り広げております。松田選手だけはちょっとグリッドからエンジントラブルでいない模様です。さあ決勝これからスタートとなります。スーパーモンスターエボリューション、そしてハーキュリーズクラスの混走テイストオブつくばの最終レース、全員が注目しております。それでは決勝レース見ていきましょう。シグナルに注目、レッドシグナル消灯で今スタート、カモーマがいいスタート、1コーナーに向けて前に出ていく、カニカーも引かないホールショット、カガヤマが前、カガヤマ行きをホールショットをゲット、そしてその後ろからはゼッケン039国川博美に待って、3番手には44番三本の工場がつきます。三本速い段階でかわそうとダンロップまでのストレートを狙いますが、三本譲りません。トップはゼッケン77番の加賀山幸雄、肩のセンターあるサードを持ち込んで3体目の肩を作ってくれました。加賀山がトップ、その後ろ国川がぴったりとマークバックストレッチ、ここで引き離す、そしてさらにストレート速い三本が前に出てきます。三本が2番手の最終コーナー、加賀山のオープニングアップですが、もう一度三本がバンドへ、さらに山根光弘がいる、
後にも参戦。肩の線があるサードを借ります。そしてその後ろから414番三つ本が一気にかわしていこうか。最終コーナーブレーキング勝負じゃねえんだよ。
まず後ろの2台を引き離していきます。3台3つの前のバトル、香川の動きが少し怪しいぞ。アウトを狙っていくか。
白谷第2位、そして3番手カレーム影響、4番手に上田隆人、5番手宮島真也、そして6番手争いの集団が帰ってくる。神楽月ステージ2020最終レースのハーキュリーズ、そしてスーパーモンスターエボリューション混走レースが終わりました。いや今見応えがありましたね。国川選手がですね、途中、エンジントラブルなのかリタイアしてしまいましたが、最終的には香山選手と、そして忍者 H2 による三本選手、そしてパワービルダーの山根選手の三つどもえのバトルで誰が勝つかという形になります。香山選手においては刀 GSX-R1000 のエンジンを積んだ刀で、優勝をしていたのですが、しかし今回テイストオブつくばのイメージを重んじるということで、わざわざキャブレター仕様にして参戦。しかし残念ながら山根選手に今回はやられてしまいました。しかし早かったのが忍者 H2 三本選手も見事に走り切ってくれました。しかしこの中スーパーモンスターエボリューションクラス空冷エンジンを積んだ国川選手がもし走っていたらというと、次回のまたテイストオブつくば2021年サツキステージをですね、ぜひ期待していただければと思います。今回は無観客レースということでしたが、パドック内、そしてこのスタンドにも多くの関係者がですね、集まってくれました。2日間にわたって行われた11のレースとイベント、見事にですね、晴れ渡る中楽しい展開を見せていただきました。以上これにてですね、テイストオブつくば神楽月ステージ2020全レースを終了したいと思います。